お腹が気になるんだけど、腹筋って辛いんだよな。だけど腹筋しないとお腹って変わらないんだよね。そういった方に今回、腹筋でも腹直筋を使わずに腹横筋、お腹をへこませる腹巻きのような腹筋の深層部だけに効かす方法として、カエル足膝付き腹筋というのを紹介していきます。今回たったの10回をしっかり行っていきます。それに加えて腹横筋をさらに意識しやすくするために、特別コブラとワニのポーズを20秒ずつ行っていきます。その後にカエル膝付き腹筋をやっていきます。それでは紹介していきます。まずは脇の下に手をついて体を持ち上げます。このまましっかり後ろを向いて、肩はあんまり回さずにお腹だけをひねる感じです。スマートフォンは顔の下に置いといてください。これで20秒間キープします。呼吸は2回10秒ずつ息を吐く感じです。肘が曲がらないように体をしっかり反らせたままで、お腹をしっかり持ち上げて後ろを向いてキープです。それでは行きます。スタート。息しっかりふーっと吐きながら、どんどんお腹へこませて、息なくなったら吸って、お腹をへこませながら息どんどん吐いてください。できるだけ後ろ向いて、しっかりお腹をへこませながら息吐いてください。ふー、どんどん、はい、OK。 反対も一緒です。足は閉じるのが辛い方は少し開いてもいいです。下半身をリラックスしてください。いきます。しっかり後ろを向いて、お腹をしっかりどんどん上に持ち上げます。息をできるだけ吐いて、ふー、しっかり息吐いたらお腹がどんどんへっこんでいきます。どんどん引っ込めて、 OK。 次は今の状態で足を片足横に持ってきます。これでしっかり後ろを向いて、今度は足を伸ばしている側のお腹を意識してへこましていきます。20秒いきます。しっかりお腹を伸ばして息吐いて、吐けば吐くほどお腹がへっこんできます。しっかり吸ったら吐く、ふー、どんどんお腹へっこませて、もうお腹がぺったんこになるまで、 OK。 反対足も一緒です。いきます。ふー、しっかり息を吐けばお腹がへこむんですけど、さらに自分でお腹をへこませてください。とにかくお腹を持ち上げる、ぐーっとお腹持ち上げて、しっかりお腹をひねって後ろを向いて、肩に顎を乗せるぐらいの感じです。 OK。 はい、これで今息を吐くっていう意識とお腹をへこませていく意識、この2つができました。ここで膝つきカエル足腹筋です。正座の状態からお尻を上げます。そこでお尻をしっかり前に出して、これで膝を開きます。足はつけたままです。しっかり意識としてはお尻を前に出して、股関節を外にひねっておく感じです。ぐっと。そしたらお尻が締まって、おへそがちょっと上向く感じになると思います。体は反れないように、お尻をキュッと締めて、体が反れないように上にしっかり持ち上げて、お腹を引っ張って、このまま体を回します。回したら、下を向きます。息がなくなったら起き上がります。スマートフォンを持ったままできます。ぐーっとしっかり体を回して、もう後ろ向くぐらいのイメージです。お尻前出して、息がなくなったら帰ります。この時もっと負荷上げたいよって方は、後ろ側の手を頭の後ろぐらいに持っていきます。そうするとさらに手を上げている側のお腹に負荷がいきますから、お腹がさらにへこんできます。もし手を上げるとちょっと辛いよって方は、スマホ持ったままでいいです。しっかりお腹だけを締めて、息なくなったら上がります。これを10回ずつやっていきます。呼吸は5秒ぐらい吐きます。動きを見ながら一緒に真似してください。お尻を締めて、股関節を外にひねる感じです。おへそを上向ける感じができれば股関節は開いてます。それではいきます。しっかり息吸って5秒吐きます。スタート。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、
3、4、5、しっかりお腹効いてますか？1、2、3、4、5、しっかり下向いて息吐いて、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、お腹どんどんへこませて、1、2、3、4、5、しっかりひねって、1、2、3、4、5、はい、ラスト1、2、3、4、5、 OK、 反対いきます。しっかり吸って吐きます。スタート。1、2、お尻前出して4、5、1、2、3、4、5、1、2、頑張って3、4、5、しっかり下向いて1、2、3、4、5、しっかりお腹へこませて1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、はい、ラスト1、2、3、4、5、 OK です。お疲れ様でした。どうですか？今体が引き上げられてる感じがして、お腹がキュッと締まってる感じしませんか？腹筋した場合ってお腹が疲れるので、腹筋の後結構お腹出るってパターンあるんですけど、これは腹横筋だけを使ってますから、お腹が今ねへこんでる意識、そして体が上に伸ばされてて、体がねシャキッといい姿勢になれてるんじゃないでしょうか。今回は腹筋が苦手、腹筋できない、腰が痛くなる、首が痛くなる、そういった方でも行える簡単な膝つき変える腹筋です。息をしっかり吐くっていうだけでも、実は体がすごく温まって代謝は高く保ちやすいです。呼吸が浅くなってる方、猫背や反り腰で姿勢が悪い方、腹筋できない方、そういった方にはおすすめなエクササイズになっています。頑張ってやってみた方、そしてお腹がちゃんとへこんでるか気になるよって方はですね、行う前にメジャーでウエスト測ってみてください。ウエスト測ってやっていく方がお腹がへこんでいるってことに気づくことができます。変化に気づくということはモチベーションが保たれやすいです。何月何日何センチっていう風に記入して継続してみてください。そしてサブチャンネルの方はタートルワークアウトという名前でチャンネルを行ってます。そちらの方では解説抜きで動く、いきなりに始まる動画を作ってますんで、登録をしてない方はですね、登録してもらって、もうフォーム分かってるよ、解説分かってるよって方は、いきなり動画をポチッと押してもらって、いきなりエクササイズを始めてください。そっちの方もぜひ登録の方よろしくお願いいたします。今回お腹がへこんだ感じしたよ、1回でウエスト数センチ変わったよって方は、よかったら動画のシェアの方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。